車バッタはバッタ目バッタ科の昆虫。孔子には特徴的な模様があり、飛んでる時に車輪が回っているように見えるのが和名の由来となり、さらに飛翔時には大きな音を出して羽ばたく。体長は、オス40から45ミリメートル、メス55から60ミリメートル。全種背面部が体色と同じなのが特徴。車バッタも時に酷似するが、より大型。背中に、 X 模様もない。また、全胸背面は著しく隆起し、車バッタもどきでは目立つ、複眼上部の縦筋模様も目立たない。大型のバッタのために、トノサマバッタと混同される場合もあるが、トノサマバッタよりやや小さいことと、胸部背面の隆起の大きさに加え、飛翔時の音が大きいことと、その飛翔距離がトノサマバッタには及ばないことで区別がつく。また、 殿様バッタには、雌ゆともに後ろ足を甲子にすり合わせて発音する、習性があるが、本種はどちらも発音しない。林と草原が隣接する場所や草丈に、高低差のある広い草原を好み、若干人工的な環境にも見出されるが、やや局所的である。春に孵化した卵から、幼虫は、他のバッタ同様、1から5例を経て、成虫となり、 主に7から11月活動、繁殖行動の後、卵を地中に産み、冬になる前に一生を終える。ありがとうございます。